あ、取れた。こっちでもよくね。オッケー、じゃあ俺取るよ。よし、取った、ね、あ、取れた。俺もすごいでかい。でもこれ取っちゃうよ。いや、どうぞどうぞ。やばい、やばいやばいやばい、酵素やばい。大きいです。意外に思ったより重い。重いよ。ただね、光当てないと緑にならないんで、葉っぱの陰にこう隠れてたりすると色がつかないと白。パパイヤの木には最大で何個実がつくんですか？真夏の気候がずっと続けば200個は続けてザーッといく。どこが商品していますか、パパイヤ？沖縄は昔から食べてるんです。まあ沖縄が一番、その次は茨城県だね。体によく作用するもの、この成分がものすごく強くある。ください。お茶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 パパイヤ茶とか、教えてもらった鍋をもとに、家で料理していきたいと思います。お父さんとお母さんに作って、なんかいろいろ作ってもらう。まあその年によっちゃほとんどパパイヤ博士ぐらいに、もう何でもパパイヤのことを知ってるっていう子がほとんどになってくる。それ見ててもですね、夏休みとか普段からの勉強をパパイヤについてかなりしてるということは、他の勉強もだいぶ身が入ってるんじゃないかというふうに想像してますけど、そういう意味ではだいぶ役に立ってるかなというふうに考えてます。